に登場。この冬みんなで遊べる妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ4プラプラ。新要素のマルチプレイプラプラマスターズは友達と一緒に遊べちゃう。お気に入りの妖怪たちとチームを組んだら出発だ。強いボス妖怪もいるみたい。みんなで力を合わせてミッションクリアを目指そう。協力プレイは役割が超重要なんだって。え、プラプラマスターズに参加するのは妖怪だけじゃないの？街にいる俺や夏目さんたちに取り付けば一緒に戦えちゃうんだって。よし頑張っちゃうぞ。え、新しい人も来ちゃったんですけど、誰かに似てるような。プラプラの新要素は他にもたくさん。4つの世界の冒険が新エリア追加でさらに楽しく。もしかしてあの妖怪とも友達になれちゃうの？あんな妖怪にこんな妖怪、新妖怪もたくさん増えるんだね。さあ新たな出会いを求めてプラプラな冒険へ出かけよう。妖怪ウォッチ4プラプラ、12月5日発売。特別な妖怪ワイメダルは数量限定。妖怪ウォッチ4を持ってる人は有料アップ。